この能登半島地震の被災地を支援しようと、静岡市清水区の小学生が地元の魅力が詰まったオリジナル商品を販売しました。今日、静岡市清水区の清水総合運動場で販売されたのは、地元の富士見小学校のキャラクターフジッキーのパンや、富士山とエスパルスをイメージした水色とオレンジ色の手ぬぐいなどです。このイベントは清水富士見小学校の6年生がもともと地元の魅力を再発見するために企画したウォークラリーでしたが、能登半島地震の発生を受けて児童らが被災地を応援する要素を取り入れたいと内容を一部変更したものです。オリジナル商品の売り上げの一部は能登半島地震の義援金として寄付される予定です。